平野章、岩優太、神宮寺優太も出る飛べ配信番組、飛べ版の初回はハワイロケ相葉正さつぶしの本気構成と24年春の東京ドームライブも発表か。11月23日、滝沢秀明氏41のエンターテインメント会社、飛べの公式 X、ツイッターが更新され。 11月25日午後7時から所属アーティストが集結する生配信、トベ版をトベの公式 YouTube チャンネルで配信することを発表した。公式 X、Twitter では、所属アーティストが集結する瞬間をお見逃しなくチャンネル登録通知設定、お願いします。と、綴られているほか、ハッシュタグには、三宅県44、山博光、 38、そして平野二26、神宮寺優太、26、六、岩優太、28、によるナンバーアンダーライン愛が名を連ねており、戸部のオールスター出演となりそうだ。ワイドショー関係者は言う。近年の YouTube は、もはやテレビのバラエティ番組並みにレベルが高い動画が、多く投稿されていますよね。その流れに乗って、 トベの新番組トベ版も本格的な YouTube 番組になると聞こえてきています。今回出演すると思われるトベ所属タレントの多くが11月の中旬にハワイで数多く目撃されていましたがこれもトベ版の企画のためにハワイロケをしていたのではと言われていますね。初回配信はインパクトが必要とはいえ YouTube 番組トベ版 のためにハワイロケを観光していたとすれば、とんでもない予算がかかった、超本気の構成ですよね。YouTube を単なる告知媒体などではなく、地上波番組を食うクオリティの、トベのメインコンテンツにするつもりなのではないでしょうか。トベタレントのハワイでの目撃情報はすでに多くのファンの間で広まっていることもあり、寝起きドッキリとかあったらどうしよう点々。 あれ系何か可哀想で今までやってほしいと思ったことないけど、ハワイでならちょっと見たいかも。初回はハワイロケってことオールロケなのか、トークありなのか歌やダンスの披露もあるのか、楽しみを膨らませて待ってます。といった配信を心待ちにする声が、多く X、ツイッターに寄せられている。また、飛べ版。 絵の出演が言われているアーティストではナンバーアンダーラインアイのみ自前の MV もないため。これは、正配信でデビュー曲を披露して、その後に MV 解禁のパターン所属アーティスト全員集合で歌うということは、これはまさかのナンバーアンダーラインアイのデビュー曲発表とかあったりしちゃったりするのでしょうか。といったサプライズに期待する声も出ている。 さらに、文字のフォントや語感から、Q ジャニーズ、現、スマイルアップ。多く出演していた人気音楽バラエティ番組、歌番 t b s 系1996、2010を連想するファンもいた。ナンバーアンダーライン愛のデビュー以外のトべの大イベントとして、来年3月にトべメンバー勢揃いの東京ドームで大お披露目ライブをやるという話が、 業界内ではかれています。そうした大発表も11月25日の飛べ版で行われるかもしれませんね。そして、その大注目の同番組が配信される25日の午後7時は、地上波テレビで旧ジャニーズ事務所の所属タレントが活躍しているタイミングでもある。 そして、目のナンバーアンダーライン愛があまりにも人気のため、YouTube 番組飛べ版が、地上波テレビから一定数の視聴者を奪ってしまうかもしれませんね。全室のワイドショー関係者。11月25日土曜午後7時、地上波テレビでは、嵐相葉雅紀40、が MC の、ああ、みんな,みんな日本テレビ系や、セクシーゾーン菊池風魔、28、 とスノーマン向井うじ29が出演する芸能人が本気で考えたドッキリ GP 富士テレビ系が放送される世帯視聴率1%は全国では推計約118.5万人関東地区推計約40.5万人が視聴することで獲得できます逆に言えば YouTube 番組の飛べ版 を全国118.5万人のファンがリアルタイムで視聴すれば、それはイコール、地上波テレビの視聴率1%を奪うことになりますね。全土